大人の皆さんもお盆休みしっかり休んでね。ベイ FM 宮脇桜の今夜桜の木の下で。ベイ FM お聞きの皆さんこんばんは、アイズワンの宮脇桜です。今夜もリアルタイムでお聞きの皆さん、ハッシュタグさくの木とツイートしながら楽しんでください。さて、まずはお休みといえば映画でしょうということで、やっぱり映画のお話をしたいと思います。初メールというレジオネームさとさとさん、ありがとうございます。さくらさん、いつも勤務後の帰宅中の車で拝聴しています。映画は映画館でよくわかります。私も映画は映画館派です。アラジン魔法のカーペットくんが砂でお城を作るシーン、細かい遊び心がさすがですよね。放送を聞いてまた劇場で見たくなりました。お仕事頑張ってください。これからも応援していますと。ありがとうございます。なんかさくの木のハッシュタグで見ると皆さん結構私が 4DX を見れるように見に行ってくれてるみたいな。でも今 4DX トイストーリーになってしまったんですよ。皆さんの努力が実を結ばずでも未だにね映画館でやってるので、まだ見てない方、本当に見てない人もいないですよね。ここまで言っといて、逆に見てない人逆にすごいぜひ見てください。そしてラジオネームフロートさんは、ダイナー蜷川美香さんの描く世界が大好きだというフロートさんですが、今まで見てきた映画の中で一番面白かったということで、私も早く見に行かないといけないですね。もうエンドロールで私の名前が出てるのを早く見たい。なんかファンの方じゃなくても、こう私が出てるって知らなくて出てのを見てびっくりしたみたいなツイートを見たりとかしたので、早く見に行きたいです。あ、そう、なんかファンの方が蜷川さんにアイズワンの PV 撮ってほしいみたいなツイートしたら、それを引用リツイートで蜷川さんが撮りたいって見てください。あ、本当だ。言ってるんですよ。撮りましょう。でもお花だからイメージ合いますよね。そうなんですよ。私たち結構花がテーマでやってるし、私蜷川さんの連絡先も知ってるのでいつでも撮れますスタッフさん、ぜひご検討よろしくお願いしますさあ、さらに18歳ラジオネーム小紫さん、ありがとうございます。さくちゃんこんばんは。こんばんは。アラジン布教会を聞いて早速映画館に向かってアラジンを見ようと思ったのですが、すいません、天気の子がどうしても気になって天気の子を見てしまいました。やっぱり新海誠先生の作品も素晴らしすぎますね。声援の皆さんもすごく合っていて、なんといってもラッドウィンプスさんの曲がもう涙を止めさせてくれませんでした。もちろんさくちゃんも見ましたよね。見てたら感想お願いします。あと、さすがにアラジン見ないと作者は怒るなと思い、ちゃんと見てきましたよ。ジーニー最強最高です。余韻浸りまくりです。映画の感想でテンション高めのさくちゃん大好きです。暑くなってきたので、体調に気をつけて頑張ってください。また映画の感想会楽しみに待ってますと。先週もう話しちゃったんですよね、全部。これ、このままペッてコピペできますかこちらです。いやでももう一回話せるぐらい全然話せますよ。泣きました。今もうネタバレになっちゃうから本当に話せないんですけど、アラジンはもうみんな知ってるストーリーなんであれですけど、天気の子は本当にもう見てほしい。ストーリーじゃないんですけど、やっぱ新海先生の絵が綺麗すぎませんか？なんかアニメ見てるんだったっけって思うぐらい本当に綺麗で、私が一番やっぱここに力入れたんだなと思ったのは、やっぱ雨の描写が本当に綺麗で、私晴れよりも雨派なんですよ。雨が好きなんですよね、基本。だからこそこんなに雨をこんなに大事に描いてくださるのってなかなかなかったので、いいなと思いましたし、やっぱ君の名の時もそうですけど、実際にある場所とかを私、君の名の時よりも東京分かってるなって思って、ちょっとそれも嬉しかったです。ここだな、みたいなのがちょっと分かった自分がいて、ちょっと自分東京分かってきてるなって思いましたね。君の名の時よりも。そういう見方もありますね。皆さんぜひ見てみてください。ラッドウィンプスさんの曲も、全部よかった。全部いい。で、私、映画を見る前に、愛にできることはまだあるかいを聞いてたんですよ。でその時の歌詞は全然こういう歌詞なんだなって思ったんですけど、映画見てから見ると、君にもらった勇気だから君のために使いたいとかこれもう見た人しかねわからないこの気持ち、見ないとね皆さん本当に見に行ってください。ベイ FM 宮脇さくらの今夜さくらの木の下で、会津湾宮脇さくらがお送りしている今夜さくらの木の下で。それではここでリスナーの皆さんのメッセージをご紹介しましょう。まずはラジオネーム人間よりさくちゃん派さん、ありがとうございます。さくちゃんこんばんは。こんばんは、はじめまして。いつもラジオを楽しみに聞いています。 AKB、HKT の時からしてたんですが、会津湾になってガチ勢になりました。純ジャパの19歳作者の越下どんせんです。妹と言いたい。合ってますか？合ってますよ。さくちゃんの可愛さの沼にハマってます。もう抜け出せません。やばいです。さくちゃんにクラクラウィズワイになりました。最近さくちゃんの影響で K-POP を好きになって、K-POP のダンススクールに通い始めました。それまで全く興味なかったのに、さくちゃんみたいに可愛い女になりたいと練習しています。ブラックピンクさんの Kill This Love とか CLC さんのブラックドレスとか踊ってます。でもダンス初心者だからもうへこたれちゃってますが、ガビーン。同じダンスしてるのに一人なんか違うんです。謎だ、なんかくねくね、タコ親父ダンスになっちゃうんですよ。変って言われます。一生懸命やってるんだけどな。でも志は高く、ドリームカムトゥルー。いつか愛沢のあやや踊れるようになりたいな、テーペロ。さくちゃんみたいにダンス上手になりたいです。どうやったら頭に振りが入りますか？気をつけてる点とかってありますか？私のタコ親父ダンスはどうすれば改善されちゃうの？教えてさくちゃん、何でも聞いちゃうと。すごい勢いのあるメール若さが溢れ出てるさあ、すごい K-POP 興味持ってダンススクールに通うって、相当やっぱこの勢いが出てますね。このメール同様勢いがある方なんですかねなんだろうな、私ダンス上手じゃないんですけど、いつもは私もなんかこれ人と違うなって思ったら、先生と自分を本当にずっともう見て、で動画も撮るじゃないですか、私練習動画を。それを見て、もうゆっくりスローにして、ちょっとずつちょっとずつこう再生して、何が違うのかを、もう角度とかどっから体を動かしてるのかとかを見て、何が違うのかを見つけるようにしてますね。動画撮って、その先生と自分が踊ってる動画を撮って、こうゆっくり再生したら、もう明らかにここが違うっていうのが絶対わかるので、そういうちょっとずつやったら、多分ちょっとずつダンス上手になるんじゃないですかね。この勢いで頑張ったら多分上手くなると思います。頑張ってください。そしてラジオネームひかるさんから、ありがとうございます。僕はアイズワンが大好きで、特にさくらちゃんとゆりが国内ツアーも今からすごく楽しみにしています。そんな僕には彼女がいるんですが、8月にプロポーズをしようと思って、婚約指輪を買いました。一生に一度のプロポーズなので、今からとても緊張しています。さくらちゃんにひかるくんプロポーズ頑張ってと一言でいいので後押ししてくれたら、勇気がもっと出ると思うので、どうかよろしくお願いします。ラジオにテレビにライブにいろいろ忙しいと思いますが、これからも応援しています。頑張ってくださいと。アイドルに応援してもらってプロポーズ頑張れたって大丈夫なんですか？バレて彼女にバレたらやばそうじゃあまあ一応応援してきます。ひかるくんプロポーズ頑張って。まあでもできると思いますよ。頑張ってください。続いてラジオネームハウンちゃん、ありがとうございます。さくちゃんこんにちは。私は韓国に住んでいる15歳の女子中学生です。日本の年齢では14歳です。翻訳機を使ってよく送信されるかわからないですね。最近さくちゃんのプライベートメールで受信者の名前を入れるシステムが使用される時があり、さくちゃんとても巧妙です。来るために嬉しい。それでも少し笑ってしまいますね。めちゃめちゃ可愛い。今後もさくちゃんのメールを見ます。世界に伸びていく愛さんをもっと応援しますよ。さくの木にメールを送信するために日本語の練習中です。次回は自分で作成して送信するために努力しますと。ありがとうございます。私巧妙ですかね？結構うまいですか？でもまあ全然本気出してないんで本気出してないんで、まあ皆さん楽しみにしててくださいね。この話もしたかったんで、そうです。ラジオネームはとしまさん、ありがとうございます。さくちゃんこんばんは。こんばんは。そしてはじめまして。私は2ヶ月ほど前に PUD48 にハマり、一気に完走した後、そのまま PUDX を見て、そちらも無事に先日完走しました。最終回の生放送に愛沢の皆さんも出演していましたね。みんな本当に可愛かったです。その放送中、私が特に印象的だと感じたのが、順位発表も終盤に差し掛かる中、時々カメラに抜かれチェーンが見るたびにうるうるとしていたことでした。きっとPD48の時の自分と被る部分があって、今緊張しながら発表を待っている練習生の気持ちがとてもよくわかるんだろうななどと考えると、こちらまで涙が出てきてしまいました。さくちゃんはPD Xの最終回を見ていてどうでしたか？それからPD Xで推しはいますか？ PS 私は1位でデビューしたヨハンくんと、惜しくもデビューの流したミングくんの顔面を愛していますと。ありがとうございます。私も最終回行かせていただいて、全部ちゃんと見ていないんですけど、その評価とかはYouTube に載ってるのを見てたんですけど、いや最終回の雰囲気にいるの、本当にもう1年前を鮮明に思い出して、もう本当に一番最初からうわこれあったなみたいなのがもう全部、もう本当ずっと鳥肌立ってて、本当に1年前を思い出して、しかもこう順位発表になってからがもう本当にもう痛いすぎる。特に1位発表の時とX の発表の時、どんどん上位になるにつれて、もうあと何席しかないのってプレの時も思ったんですけど、 X の時もやっぱり全然椅子が足りませんけどみたいな、もうなんならもう全員でデビューしたらいいのにってやっぱ思いますよね。番組って本当にそれでもこう時間は過ぎていって発表されていくじゃないですか。特にもう今回一緒にデビューしたいですっていう方が多すぎて、もう本当に苦しくて、私とチェヨンって本当に一緒にデビューできたから奇跡だったんだなって思うぐらい、こう仲いい方とデビューできるって限らないじゃないですか。そこでこう離れ離れになっていく姿を見ても、もう息ができないというか本当に苦しくて、残酷ながらもこう夢をつかむ人もいれば、惜しくも今回はできなかったけど、これから先のアイドル人生にとっての本当にもうかけがえのないもう糧をプデではもらえるので、もう番組に出演したってだけで本当に夢に向かって大きな一歩を進んでると思うんですよね。だから残念ながらデビューできなかった人も諦めないで頑張ってほしいなと思いますし、私の推しはですね、イ・ドンク代表なんですけどやっぱ見れましたじゃないですか、見れましたじゃないですかもう話しましたよ。話したってMC の中でなんですけどねはい裏では全然話してないんですけど、ご挨拶だけだったんですけど、発表するときに本当にごめんねってずっと言ってて、で終わった後も本当に辛そうにしてるのがチッケムで出てたんですよ代表のチッケムもあったんですよ。個人のカメラも発表してる姿を撮られてるところもあって、私もそれを見たんですけど、本当に辛そうで、私の推しはやっぱいいドンクテッペだなって思いましたね。かっこよかったですすっごい身長高いんですよ本当に。で本当に死神だと思って、もうそっけびの死神のイメージしかないので、私からしたらもうすごかったですね。それを見れたのもすごい嬉しかったですし、なんか自分が1年後に場所にいるって1年前本当に考えてもなくて、自分で感覚が聞き取れるのも不思議だなと思ったし、なんか少しでも1年前あそこに立ってた自分よりも今ここにいる自分はちょっとでも成長したし、私がなんで今ここにいられるかって言ったらファンの皆さんのおかげだなっていうのを改めて感じたので、本当に最終回見に行けて本当に良かったです。これから X1 の活動もとても楽しみですね。BFM 宮脇さくらの今夜さくらの木の下で、さあある意味失礼なこんな、もう早くも第3回目となりました。逆に尽きないのがすごい、ピークが尽きないさあ私のピークはどこなのか、失礼だと思いますが皆さんにストレートに聞いてみます。言いにくいと思いきや皆さんいっぱいメール送ってくれてるので、嬉しいような悲しいような、ありがとうございます。さあ第1回ではこんな結論になりました。48幼少期、桜みんなで食べた、ちょっと自分できたなと思いましたね。この時は少女から大人になっていく成長期の時は、君はメロディーと高見菜さんの卒業コンサートの2日間、そしてプルから現在に至るところでは根っこ屋が今のところピークということで、第2回目では根っこ屋はなかなか超えられないとで時点でガウンチャート、さらに香港のママ、そして韓国のコンサートでのロング、結局チャムシル体育館が素晴らしいのでチャムシル体育館で猫は吠えたいと。でもこの間のラジオで番外編でインスタピークはニューヨーク、もうこの言葉すごい映える。ここもまあ一応番外編で付け加えてはいるんですけども、では第3回のメールをご紹介したいと思います。まずはラジオネームゆうちゃんから、ありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。毎週聞いていますが、なかなかメールを送る時間がなく久しぶりになってしまいました。僕の宮城桜のピークは黒髪ロング第2期です。桜も言っていた通り君はメロディの時期です。シェカラシカから君はメロディ74億分の1の君へ。第6回選抜総選挙の時に完全に宮城桜が好きだと思った時期でした。もともと気になってはいたのですが、その時から推し始めたと完全に言える時期ですね。もちろんそれ以前もそれ以降も今もこれからも好きです。ずっと日本から応援しています。失礼しましたと。いやー、わかります。わかります、わかります。シェカラシカ M ステとても良かったです。シェカラシカの FNS も良かった。はい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 。これめっちゃ漏れてません自分で74億の時の M ステこんな可愛かったですっけ。でも私的にちょっとあれなのが、この時からちょっと太り出してて顔が丸いんですよね。そこがちょっと気になるところではありますけども、確かに浮きてますね、ルックス。はい。でもちょっと太ってますけどね。ちょっとここ太ってるんですけどね。太ってるけどあれもですよね、総選挙のこの時の発表の時に翼はいらないの衣装って言ってたんですけど、漏れてましたねその写真ここに貼ってないっていう。貼ってない。なんで貼ってないんですか。選挙ポスターし。これその人が貼ってきたんですね。そう。いやでもめちゃめちゃわかる。これ私なんで髪の毛付け出したかっていうと、シェカラシカの時にマジスカの博多面で撮ったやつがあったんですよ。ドラマ特別編で、その時にエクステでポニーテールしてみたらって秋元さんに言われて、私が転校する前の話だったので、その時は髪長かったからロングにしてみたらって言われてしたんですよ。で意外といけるくねってなって髪を伸ばしたのがきっかけで、だから秋元さんがこうやってくれたんですよね。そう思い出した。秋元さんに感謝。これ良かったですよね。わかる。シェカラシカで74億の時の M ステそんな可愛かったんや。自分で言うのもちょっとあれですけど、この人的には猫よりその時の方が良かったってことですよね。ってことですよね。猫よりもってことですね。ほう、なるほど。すごい、この人長い。ラジオネームたかしさん。宮城桜のピークのテーマについて考えてみました。私は2011年の結成当初から応援しています。すごい。はじめは九州に48グループができたことでメンバーみんなを応援していました。熱心に桜さんを応援始めたきっかけはウィンブルドンのピンクを担当した頃と記憶しています。その子の写真を添付します。うわー、はあ、これはピークってわけじゃないんですね。でもこっから好きになったってことですね。赤ちゃんやん結成当初は今みたいに SNS は使えなくて、モバメも1年以上使えなかったと記憶しています。唯一のツールがググタスでしたね。そうなんですよ。48のメンバーの中でもググタスにとても熱心に取り組んでいて、桜と行くググタスツアーも鹿児島編、福岡編を作ったり、ファンを楽しませてくれました。とにかく真面目で一生懸命なところに惹かれて今でも応援しています。特に印象的だったのは、2010年の某週刊誌のグラビアに掲載されていた皆さんはじめましての桜さん自らの文章でした。その文章すべてが宝石なんですが、書きは抜粋です。いやー、わかります、わかります。シュープレですね。シュープレ初表紙めっちゃ覚えてますよ。舞台は常に新鮮じゃなきゃいけない私たちにとって、何百回の中の1回でも見てくださる方にとっては最初で最後の1回かもしれない。プロならば舞台上で慣れを出してはいけない。人生の中で経験したもの、努力したことに無駄なんてない。私はそう思っています。この言葉をまっすぐ書くことができる宮城さんを今でも素敵に思っています。外見的な見た目は年齢によって変わると思いますが、私は内面の充実が外見に現れると思います。それにおいては日々ピークを迎えていると思っています。これからも自分磨きを怠らず夢に向かって活動されることを期待し応援しますと、すごいしっかり真面目な文章を書いていただいて、こんなふざけた企画にありがとうございます。いやでもこの写真は今でも私見ます、シュープレの。はい、これ良かったですね。なんかまさに少女って感じで、お10何歳だったかな、2014年ってなってましたよね。2014年、そんな5年前だから16歳とか、あ、じゃあ希望的とかの時かもしれないですね。希望的とかマジスカで押され始めた時わー、めっちゃグラビアしてましたもんね私。でもこのグラビアが一番私の中ではなんかピュアさっていうんですか、清純さがいい感じに表現されてて、とてもいいと思いますね。笑い方もぎこちないですからね、全然。そこも含めて可愛い。こんなこと自分で自分のこと褒めて大丈夫ですかねちょっと今引きました自分で大丈夫ですかあ、でもこの時もピークではないけど、この時にしか出せない良さがあるなって思いますね。この時は自分でこんなこと言い始めるなんて思ってなかったと思います。これはもう第三者なんで、今自分の話じゃなくて16歳の頃の宮脇さくらを客観的に話してるだけなんでですね。まあでもそうですね、うん、よかったと思いますその頃も。さあ続いてラジオネームなるさん、ありがとうございます。さくちゃん、あにゃんせよ。毎週さくのき楽しみにしています。さくちゃんがいつもプデンの一声が今のピークで今は下り坂なんて言ってたのに、ニューヨークで撮ったインスタの写真は何ですか？めちゃくちゃ美人でスタイル良くてびっくりしました。さくちゃんはこの先ずっとピークが続いていくんだなと思います。これからの日本活動楽しみにしています。おー、やはり出ましたね。まあこれはもうこれはちょっと自分でも認めざるを得ないいやでもあれはただ本当に写真が漏れてただけなので、ネッコヤは動画なのに漏れてるっていう奇跡が起きているので、ネッコヤ超えられないけど、インスタピークとしては1位を叩き出しましたね、ニューヨーク。さあ続いてラジオネームコンペイトーさん、ありがとうございます。日本語ができなくて翻訳を使用しました。韓国のウィズワンです。プロデュース48でさくらさんの白になってから HKT 時代の映像をたくさん見ました。そんな中クローズブラッドというドラマを見ることになりました。ドラマに出たさくらさんの姿が最高だと思います。暗い顔で睨む姿に惚れてしまい、暗い顔で微笑む姿に惚れてしまいました。いつも応援します。これ怖っでも私今まで出たドラマの中で一番好きなドラマですね、私的に。はい。ただ、太ってるんですよ、顔が。もう本当にそれだけが本当に自分的に。でも、私も好きです。あとドラマピークはクローズブラッド。はい。だからなんか本当に楽しくて、撮影が。なんか今ま、他のドラマだと私結構主人公みたいな、本当にもうザ王道主人公っていう役だったんですけど、これは結構ド変化球というか普通の人間じゃないようなキャラクターだったので、毎日本当に楽しくて、しかもその海外の監督が撮ってくれたので英語も飛び交う撮影現場で楽しかったですね。これ私好き、見たことない人絶対いるよな。これどこで見れるんですか？ Hulu で見れるんですかね？見れましたよね。おー、じゃあぜひ Hulu で。結構私好きですね。ただでもちょっと怖いから、怖いの苦手な人は頑張ってみてください。でもこれドラマピークどんどんできる、いろんなピーク部門が。で、私的にドラマ部門ピークはクローズブラッドです。いいとこついてきますね。ありがとうございます。さあ今回出たのはインスタピーク、ニューヨーク、ドラマピーク、クローズブラッドということで、部門が新しくね解説されましたさて、失礼極まりない企画、宮脇さくらのピークはいつだ？では私のピークを皆さんに伺っています。いつの私がピークか、メールはsaku@bayfm.co.jp、saku@bayfm.co.jp まで。それでは今夜のエンディングナンバーをお届けします。もう大ファンのあいみょんさんの最新シングルがもうまた良い。もうさすがの良さでしたね。皆さん聞いてください。あいみょんさんで真夏の夜の匂いがする。ベイ FM 宮脇桜の今夜桜の木の下で、アイズワン宮脇桜がお送りしてきたベイ FM 今夜桜の木の下で、いかがだったでしょうか。いやー、先ほどねニューヨークでインスタ部門で最高を叩き出したんですけども、なんと今週末KCON LA のためにロサンゼルスにね行くんですよ。またここで、ニューヨークをね超えたいと思っておりますね。まあ、常にピークは更新していきたいっていう気持ちはあるのですね。一番更新しやすいのがインスタ部門なのでまた神ショットをね撮れるようにメンバーみんな力を合わせてまたインスタいっぱいみんな更新すると思うので楽しみにしていてください、ね、ロス初めてなんですよ私。人生初。楽しいですか？どう楽しいんですか？あ、ユニバーサルもありますよね。ユニバーサルお願いしますユニバーサルでお願いしますさあ、さらに来週水曜日をついに8月21日は幕張メッセでアイズオンファーストコンサートアイズオンミーの開催ですついに。そしてその後9月1日日曜日神戸ワールド記念ホール、9月8日日曜日マリンメッセ福岡、9月25日水曜日埼玉スーパーアリーナで行われます。チケットについて詳しくはアイズワンジャパンオフィシャルサイトやアイズワンジャパンファンクラブでチェックしてください。そしてメンバーのプライベートメールも要チェックです。そしてアイズワン初のファンゲームアプリリメンバー Z が日韓同時配信中です。ぜひ遊んでください。まだこの収録の時には出てないんですけど、ついにアイズワンがしゃべくり7に出ます。いや、私これ聞いた時本当に嘘だと思いました。なんか誰かの会いたい人で出られるのかなぐらいの感じだと思ってたら、普通にゲストとして出たんですよ。一生出られないと思ってたので、あの番組。しかも毎週録画してるんですよ。毎週ちゃんと見てるので、私収録笑い泣きました本当にめっちゃ面白いです。本当編集しないでほしいってくらいめちゃめちゃ面白かったし、あれを見ればアイズワンのこと知らない人もアイズワンのことを絶対覚えて帰れると思うぐらい本当に最高の回だったので、皆さんお友達とかいろんな方に普及しといてください。19日オンエアです。楽しみにしていてください。作の木 T シャツご希望の方は、あなたの郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望の T シャツのサイズ SMLXL も忘れなく。メールはsaku@bayfm.co.jp、 saku@bayfm.co.jp まで。1名様にプレゼントします。応募の締め切りは8月21日の番組スタート前までです。この後はオンデマンドを聞きながらメールよろしくお願いします。第47回桜的恋愛論、好きな人の嫌いなところは好き嫌い。皆さんの意見お待ちしています。というわけで宮脇桜の今夜桜の木の下で、お相手は宮脇桜でした。来週もこの時間に桜の木の下であなたを待ってます。